ショールームに来て、まあ、商談をすると。で、そこでの賞賛ってどこにあるんですかね過去の自分の経験則だけででして、その、やっぱり見ていただいた方が、じゃあこれお願いします。で、あとはもう予算ある企業さん、それがもうほとんど今まで、クラブさんを除いては、ステージなんですけど、動画でもお見せしたちっちゃいスクリーンでも、まあ、それで OK ってなって、か、かろうじてなんとか今、ギリギリというか、でさせていただいているところですね。もう 突っ込んでるの意見が聞きたいです。もしかしたら多分、もう多分おそらく2000万もあんま変わらんと思うんですよね。だから、なんかそれなりにおもろそうなプレゼン持ってったら多分、全然快諾すると思うんですけど、僕らもちょっと今懸念を示すレベルなので、はい、普通は終わるんじゃないかなって思いますけどね。だ、まあ、けど、ブランディングっていう意味が、で、そのショールームがあった方がいいって捉える場合もありますよね。海外の社長だったら。はいはいはい そこはどうなんですかねショールームない状態でも契約取れたことがあるってことですもんねええー、あります。で、それが、まあ年に1回2回。それはどうやったら取れたんですか 実をお見せするっていう。どこでですかえー、渋谷のオフィスでですね。あ、今オフィスにはその実がある。まあ本当倉庫みたいな。あ、あ、先ほどの動画でご覧いただいたところですねなるほど、なるほど。ちょっと。え、全然よく、よくないですか興味がある人に見てもらう分には。あれで十分ですよね。多分ねうん、電波組とか、なんかそうそうたるメンバーでやってるわけじゃないですか。はい、え、これを歌っても取れないもんなんですかれないですね。 それが不思議で不思議でちょっと <laughs> いやだからそれがもうこっちも不思議でいやいやなんでなんだこれどんどん次につながるんじゃないですかハイクオリティだったら次につながらないですかまたじゃあこのグループもお願いみたいな感じで,で,、ね、でただの自慢になってるのが最近嫌になってきてそれを実績ですってお見せして、はいはい、なんかもうあんまり実績も最近歌うのもちょっと何かなって思うぐらい本当につながらなくてほぼ全キー曲 ねから、ね、がクライアントですよね。はい。もうちょっと抑えられないですかコスト。なんかレンタルとか。レンタルリースのみですね。販売はしてないので。うん、なるほど。それ毎回作らなきゃいけないから、コストがすごいんだ。うん それでもホログラム事業にしたら世界で一番安いと。ああ。でもそもそものだから使う場面での考えたらコストが割高なんだよね。あの日本のそのまあエンタメもちろんまあ企業さんのその予算ってこういう特殊な技術とかって一番最予算の最後に組まれるんですね。絞りかすみたいなところでキャスティングとかだったりとか台本だったり脚本家だったりとかが一番優先順位高いんだろうね。 まあ、その方たちが推薦しても、またさらに上の、ちょっとよくわかんない技術だって、っていう。これだけでも苦しんでるなら、うん、これだけの海外経験があれば、日本から出て、海外で挑戦した方がいいんじゃないですか海外にはもちろん、あの、行きやすくなった時には、来年、再来年には、もちろん行こうとは思ってますね。うん、ただ、日本は非常にキーな、キーポイントというか、うん、あの、なってまして、まあ、ドバイでも、まあ、香港でもなんですけど、 皆さんやっぱり日本企業と契約しっっっておっしゃるんですねやっぱり日本の,その信用っていうのは非常に厚くてで、やっぱり直でもうやろう、もうすぐサインしてくれっていうレベルなんで、なのでその方たちがやっぱり日本来やすい環境っていうのは、本当にそういう場所を作るっていうのはまあ大事なのかなっていうのは、それも一つの理由ではありますね。はい、それでは藤原さん、希望金額2000万に対して、最終決断に参ります細井先生よろしくお願いします。はい まあ、200万ぐらいかなって感じですね。ありがとうございます。まあ、100点満点で言うと10点です。<laughs> はい。そうですね。だから200万。まあまあ、でも200万。そうですね。<laughs> 基本的にこう2000万の設備投資をしようっていう話なわけで、はいはい、まあ、それが要するにどういうペースで回収できるのかっていう見込みをまず示すべきなのと、2000万の内訳が曖昧すぎる。場所も決まってない。まあ、そのイメージ構想ができてないので、本当に2000万かどうか。 多分もっとかかんじゃねと思うんですよね。普通に考えたら。そんだけ豪勢な。僕らクリニック作るのだって内装費だけで5、6000万かかるんで、それをもっとすごいもの作ろうとしてると思うので、あれと思うんですよね。だから、なんか見積もり甘いし、回収目途立ってないし、お,おファンタジースタかみたいな感じでした。はい。はい。ありがとうございます。<laughs> それでは中村先生、お願いします。はい。私、100万円という金額になります。 理由は、えー、細井先生とそんなに変わらないんですけど、一番気になったのが、まあ、ショールームマストって考えられてる点です。売れない理由がどうなんですかね、まあ、営業能力がないとかっておっしゃってましたけれど、まあ、アプローチするクライアントの層だとか、あと売れない理由っていうのはもうちょっと分析をして、 ア、まあ、プローチの仕方変えるとか、もう少しお金のかからない方法っていうのを考えるとかっていう頭の使い方が必要なんじゃないかなと思いました。それでも100万円出すっていうのが映像が単純に綺麗だった。うん、いいなと思ったっていうのと、あとはキャラクターですね。あの、ひょうきんなキャラクターで、も,もっとボコられてもおかしくないんじゃないかなっていう <laughs> 内容だったのに、そんなにボ,ボコられずにこの場が和やかになってるっていうのは、これは一個の特殊能力だなと思いました。以上です。ありがとうございます。<laughs> じゃロ私たちお願いします。はい すいません。僕はナッシングです。あえて。なんかこの、ちょっとね、も、もうちょっと、この中身を知りたかったなっていうのがあって、どういう場面で、どういう局面で、どういう人たちに使ってほしいかっていうのを、もっとアピールした方がよかったかなっていうのがあったんで、まあ僕の知り合いにはいっぱいイベントでっかいのやってるのいっぱいいるんで、やってらっしゃる方が。 なんかそういう方々にご紹介して、こういうビジネスどうですかっていうのは全然おつなぎするんで。で、そこで僕も、あ、これ確かにこういうふうにエンターテインメントに活用できるよねって思ったら、ちょっと参画したいなって思いました。ありがとうございます。それではトムハッピー社長お願いします。100万円です。ありがとうございます。あの、今までで一番迷いました。マジで50-50でどうしようみたいな、 じゃあでもたくさん金額は出せないよなっていう迷った上でポジティブだったんで100だったんですけど投資家目線でなんか期待値は結構高いのかもなでも勝率は低そうだぞみたいな感じで職人クリエイターって言葉出たけどそこまで営業下手そうじゃないんで他の何か問題点改善点があるかもしれないなと感じました頑張ってくださいはいありがとうございましたでは最後わ枠高田さんお願いしますはいえー、僕は 400万でした。ありがとうございました。はい、えっとですね。この技術自体は、とってもなんかこう、魅力があるし、で、やっぱり将来的に、すごくこう、なんか、エンタメ業界で使われていくんだろうなとは想像できるんですけど、まあ、クリエイターとしての愚直さというか、その、先ほど来話出てましたけど、どういうテナントでどういうところっていうところが、まだまだ詰められてないなとは思ったんですけど、多分、 僕には見えてないけど、藤原さんには見えている先の未来っていうものもきっとあるんだろうなと思って、ちょっと未来になんか参加したいなと思って、はい、ありがとうございます。希望金額2000万に到達せずということで、今回はナッシングとなります。お疲れ様でししたたありがとうございま